で短縮 URL の復元とかですね、永久に短縮 URL を使いたいとかですね、あと落とし穴ですね、 BIT とかですね、まあ、結構ビットですかね、使いやすいっていうのはあるんですけど、僕も楽々 URL っていうのを使って何年も経つんですけども、こういうですね、買い取り型、まあ、楽々 URL の場合はサーバーに設置するんですよね。なのでネット上のクラウド上のサービスではないのでいいんですけども、例えばクラウド上のサービスですね、 BIT もそうですかね、万が一ですね、でそのサービス終わってしまった場合、短縮 URL が全部おじゃになるんですよね。要は短縮、今まで使った短縮 URL をクリックしてもリンク切れになってしまうということで、もしアフィリエイトとか重要なですねサービスを短縮 URL で売っていたら、全てが台無しになる。あとはもしくはですね、差し替えるにしてももうどこに何があるのかわからないとかですね、大変なことになるので、まあ、短縮 URL は実はネット上の有名なものでもサービスが終了する可能性がある以上はですね、リスクだということですね。買い取り型の URL ツールがいいかなと思います。